はいこんにちは英語の達人養成事務師範大の信也です今日はいただいているご質問にお答えしていきますえ今現在瞬間英作文トレーニングを頑張っている方からいただいたご質問です英語で独り言を言うことは英語上達にかなりの効果はあるのでしょうか実際 youtube でやり方などを見て実践していますが意外と難しいと思っています 瞬間作文トレーニングで鍛えた回路をフルに使うため私的には英会話にはかなりの効果があると感じていますがいかがでしょうかもしトレーニングを行うにあたり良いよアドバイスなどあれば教えていただきたいと思っておりますということでねえ北海道在住の秋彦さんから頂きましたのでお答えしていきますということで今日のテーマはこちらですね「英語で独り言を言うことは英語上達に効果がありますか?」というねえテーマでお送りしていきます。 まず結論からお伝えすると効果はあります。バッチリありますので、ぜひやってみてください。英語で独り言を言うというのは、まあ、これですね。思ったことをその場で英語にしていくというね、そういうトレーニング方法です。で、これを自分一人で行った場合は、自由英作文というね、トレーニング方法になります。で、もしこれにね、相手がいた場合、目の前に誰かがいた場合は、これは英会話のトレーニングになるということですね。なので、英会話のトレーニングというのはぶっちゃけ一人でもできるんですね。 相手が言ったことに対してポッと思いついて返すと英会話になりますし、相手がいない状態で自分が思いついたことを英語にした場合は、この自由英作文のトレーニングになります。でこの自由英作文のトレーニングを始めるのにベストなタイミングというのがあります。それがですね、この瞬間英作文のステージですね。瞬間英作文には3つステージがあります。まずステージ1は文系ごとに並べられた例文を英語に変えていくというね、そういうステージになりますね。 有名な本としてはこちら森沢洋介先生の「どんどん話すための瞬間英作文トレーニング」という本がね有名ですこれが一応文献ごとのタイプなので第1ステージになりますで第2ステージとしては今度シャッフル英作文とかあともうこの後ろにねコンビネーション英作文っていうのがあってでそれがですねテキストで言うとこのねスラスラ話すための瞬間英作文シャッフルトレーニングという本が えー、この第二ステージに当てはまりまりすでこれはね文献ごとでやったやつをシャッフルして、えー、文献の縛りをなくしてですね日本語の例文を英文に変えていくというねトレーニング方法ですで最後のステージ3ここが自由なステージになりますので自分が学びたい表現を自由に練習していくという感じです、まあ、本で言うとこのねバンバン話すための瞬間作文トレーニングの本が、まあ、この第3ステージにあたりますね で、ここではね、基本動詞だったり、あと熟語ですね。get on とか put off みたいな、基本動詞プラス前置詞のね、熟語と呼ばれるものを取り入れたりだとか。あと、ま、あ僕のケースで言うと、自分の場合はですね、DO 3.0。これを終わらせた直後にちょうどこれも終わったので、この本の例文を、この瞬間作文のトレーニングの教材として活用しました。 この DO3.0 の復習用 CD にはこういう小さい小冊子が付いていますので、えー、開くとですね日本語文と英文がね左右に載ってます。 ので、で、えー、これをですね、えー、英語文を隠した状態で日本語文を見て英語文に再生していくというね、まあ、瞬間作文トレーニングに使いました。なのでここは自由なステージになりますので、えー、このタイミングでこの自由英作文を取り入れてもらうのが一番ベストかなと思います。もうすでに下地が備わってますのであとはね今まで身につけた回路を組み合わせながら言いたいことをバババ,バって英語にしていくっていうね、えー、そういうトレーニングになってすごく刺激があっていいんじゃないかなと思います。 もちろんこの前の段階でやってはいけないということではないです、まあ。もし前の段階でやる場合は、まあ、シャフレ作文をやりながらやることもできますし、まあ、文系ごとのこの第一ステージの時にも、この文系縛りで自分が言いたいことを言ってみるっていうのもね、一つの手かなと思います。例えば、昨日したことを思い返しながら、え昨日の出来事を過去形でずっと話すみたいなね、まあ、そういう感じで使うこともできるかなと思います、まあ。とはいえですね、第一ステージの段階だとまだ言えることが限られてますので、多分もどかしさの方が多いんじゃないかなと思います。 のでえ僕のおすすめとしては、まあ、最低でも第1ステージが終わったタイミングでシャッフルしながら練習したりだとかあるいはまあシャッフル A 作部まで終わらせてから第3ステージでやるっていうのがね一番効果が高いんじゃないかなと思います。 で自由演作文のやり方に関してはすごくシンプルです。多分いろんなところで解説されてるかなとは思うんですが、まあ、一応さらっとお伝えしておくと、まあ、例えば10分とか15分ぐらい一、えー、日の中で時間を決めてよしじゃあ今から英語だけを話すぞと決めます。で自分の目に入ってくるものとか頭に浮かんだことを片っ端から英語にしていくというね、えー、そういう方法です。えー、例えば僕のシチュエーションで言うと今これスーツを着てますよね。 なので、私はスーツを着ていますっていう文章をパッとね、英語で頭の中で作って、すぐに口に出してみます。I'm wearing a suit って言い方がありますよね。でとりあえずそれを言ってみるということです。で、他にもですね、例えば髪を切ったばかりだったとしたら、私は髪を切ったばかりですっていう言葉を言ってみますね。I've just got a haircut っていううに言ってみますね。 で、あと他にも、私はメガネをかけていますだとか、あと目の前に何かね、物が置いてあったとしたら、え机の上にえペン立てがありますみたいなね。えそういう感じでえ、パパパッと目に入るもの、頭に浮かぶものをね、英語に変えていくっていうトレーニング方法ですね。で、この自由英作文トレーニングをやるときのコツがありますえ。大きく3つ分けましたえ。1つ目はね、完璧を求めないということです。 えどうしてもこういうテキストの例文にだけ慣れた状態だともう正解が用意されてますよねここの部分にえこの英文が正解だってことがありますのでまあ、安心してトレーニングできるんですが自分でゼロから文章を作ろうと思うとどうしてもそれが完璧な文章かどうかね自信が持てなくなっちゃうんですよねこれで合ってんのかなとかね不安になってしまうと思いますでそういう状態でね始めるとどうしてもね頭の中にブレーキがかかっちゃうんですよねえ自衛作文の目的はあくまで言いたいことを素早く 英語にしていいくというね、そういうトレーニング方法なので、えー、完璧を求めてしまうとですねなんかやってる最中に途中で電子書を開いて調べ始めちゃったりだとか文法書を開いてしまったりなんていう感じになってしまってせっかくの集中力が途切れてしまいますので、えー、これをやってる間、まあ、10分とか15分ぐらい決めて独り言英会話をやってる間は 完璧を求めないいようにしてください、えー、もしどうしても調べたい場合は後で調べるようにして、えー、喋る時にはもう喋ることだけに集中するというのがねポイントになります、まあ、文法的にも単語的にも間違ってても気にしなくて OK ですで2つ目これも一番目と似ているんですが自然な表現にこだわらないということですね、えー、つまりネイティブだったらこういう表現をするよねみたいな表現を気にしすぎてしまうとやっぱりね先に進めなくなってしまいます どうしてもね、日本語で思いついたことを英語にしようと思った場合、えー、なんか一字一句訳すような形になってしまって、なんかこれ教科書っぽい表現になっちゃうなって感じることが結構あると思います。この自由作文やってるとね。ですが、そこを気にしてしまうと先に進めなくなってしまいますので、とりあえずは言ってみるということです。で、たとえ教科書っぽい言い方、ネイティブはこう言わないなみたいな言い方をしたとしても、言いたいことは通じます。 文法的にあってさえいればちゃんと通じますので、えー、あまりこの自然な表現にこだわりすぎてしまうと良くないというのがね、えー、僕の考えですね。で、三つ目、バリエーションを作るということですね。えー、これは一つのことを言うのに、英文が一つとは限りませんよね。一つのことを言うのにいろんな言い方があると思います。で、その中のどれがベストかわからないっていうのもあると思いますので、そういう場合はですね、とりあえず全部言ってみるっていうことですね。 例えば、目の前に、テーブルの上にですね、ペンが置いてありますと言った場合ですね。まあ、パッと思いついた文章で、ペンがありますっていう言い方ね。There is a pen on the desk っていう文章を思いついたとしましょう。そしたらそれをとりあえず言ってみます。で、他にも言い方あるよねってもし思いついた場合は、それも言ってみます。他のバリエーションとしては、A pen is on the desk. って言い方もできますよね。この there is という言葉を使わないパターンです。で、それも思いついたらとりあえず言ってみるということですねえ。こういう感じであらゆる角度からいろんな言い方を試してみるというのがいいかなと思います。で、とりあえず一つのことに対してたくさんの英文を作れるようになればですね、あとはその次のステージとしては、その中で最も自然な表現。 っていうのを、ね、選び取ればいいだけになりますので最初からこの自然な表現にこだわりすぎずにとりあえずいろんなバリエーションを作ってみるというのがねおすすめです。というのがね一応この3つののコツになりますでこの自由英作文をやってみると結構ねこれね難しいんですよ。日本語でパッと思いついた文章をそのまま英語にしようとするとこの単語のチョイスでいいのかなって迷うことが結構あります。例えばあなたが仮に「私は今公園に来ています」ってて 言ってみようと思うとしますよね。この自由英作文で。えー、公園だから、the park かな、えー。来るだから、come かな。来ているだから、えー、これは現在進行形かな、えー、そしたら、この文章かなって言ってね、えー、こういう文章を思いついたとしましょう。えー、一番目の文章ですね。I'm coming to the park. って思いついつたとしましまょうえー、でもこれだとなんか「来ている」っていうふうに日本語ではなるけどもなんか英語だとちょっと違うような気がするなと感じたとしましょうでそこでちょっと考えを変えてじゃあ来ている状態を表す官僚系現在官僚を使ったらどうかなって思いついたとしましょうそしたら「I have come to the park」っていうふうに、えー、この「have」を使ってみたとしましょうね で、もう一つ。いや、でもこれなんかちょっと来るっていう言い方じゃないな。じゃあ別の言い方かもしんないなってことで、えー、こういう言い方を思いついたとしましょう。I'm in the park。私は公園の中にいますっていう言い方ですね。で、とりあえず思ったらこの3つをね、言ってみるということです。で、もちろんこの最後の3番が思いつかなくても構いません。上の2つしか出てこなかったとしても全然 OK です。で、大事なことはとりあえず言ってみるということですね。 えー、日本語の直訳でも構いませんのでとりあえず言ってみることが大事ですで一応この3つの中で言うと1番目はちょっと通じないかなと思いますもうすでにあなたが公園にいるのであれば1番目の文章はちょっとね成り立たないかなとは思うんですが、まあ、2番と3番に関しては通じますもちろん自然な言い方としてはネイティブだったらおそらく3番を使う確率は高いかなとは思うんですが えですが別に I have come to the park でも言いたいことは通じてますので、まあ、特に問題はないかなというところですね、えー、こんな感じでですね自由英作文をする場合って正解がないんですよねでどうしてもねその正解にこだわってしまうあまり、えー、思考回路が止まってしまうことあると思いますがそこにあまりこだわりすぎずにとりあえず自分の口から英文が出たらそれでよしとしてあげてくださいあまりこだわりすぎるとねすごく辛くなってしまいますので、えー、ぜひねこの3つをイメージしながらやってもらうといいかなと思います あと最後おまけとしてですね、スマホアプリでチェックするという方法もあります。まあ、これはちなみに、この自由英作文の時間が終わった後にやることをお勧めします。えとりあえず自由英作文している間はあまり深く考えずにですね、ガン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 英文を作っていくトレーニングをしてみてください。でそれをメモっておくのにこのスマホが役立ちますね。スマホの場合だと、これ音声読み取り機能がありますので、まあ、例えば何かメールのソフトを開いておいて、 で、音声読み取り機能をオンにしておけば、スマホに向かって喋りかけると、勝手にその言ったことをここに記録してくれます。 で、このモードを英語に切り替えておけば、英文を喋った時にちゃんと読み取ってね、ここに書いてってくれますので、自分の言った英文が全部ここに記録されます。もちろん100%合ってるとは限りません。ちょっとね、違って聞き取ってしまうこともあるんですが、あんまりそこは気にせずにバンバン声出ししてみてください。で、後からですね、その出来上がった英文を見ながら、同じことをスマホアプリの Google 翻訳を使って言わせてみるというのがね、おすすめです。例えば Google 翻訳のアプリを開いた状態で、さっきの 英文私は公園に来ていますっていう英文をこう言ってみるわけですね。そうするとパーンとパン英語に切り替えてきますでその切り替えてきた英文と自分がさっき作った英文を比べてみてあこういう言い方もあるんだなっていうのをこうチェックするということですね。もちろんスマホで出てきた Google 翻訳のその英文が絶対正しいとも限りません。ちょっっっととと変なななな言いいい方になったりだとかネイティブっぽい自然な表現ではないことも 多々ありますす、が、まあ、そこは別に気に気しなくていいですとりあえずまずはこの自由英作文の目的は言いたいことをポッと口にすることが目的ですのでえこういうふうにして Google 翻訳の方の発想を自分の中に取り込んでいくために見るっていうふうにしてみてくださいであともしね文法的に合ってるかどうかわかんないという場合はですねグラマリーというねアプリがありますえこれですね グラマリーっていうね、タイトルのアプリがあるんですが、これはですね、スペルのミスだとか、文法的なミスを直してくれるアプリになりますので、これを入れておけばですね、そのさっきやったメールソフトの開いた時とかに、自動的にこのグラマリーが文法をチェックしてくれて、間違ってる場所をね、修正してくれますので、そこはすごくね、おすすめです。で、またこのグラマリーに関してはね、別の動画で詳しくレビュー動画を作ろうと思いますので、そちらをご覧ください。 はい。ということでね、今回は、英語で独り言を言うことは、英語上達に効果がありますかというね、テーマでお送りしました。えもう一度まとめると、効果はバッチリありますので、ぜひやってみてください。まあ、1日5分でも10分でもいいのでえ、頭に思いついたこと、目に見えるものを英語に変えてみるというトレーニング方法ですね。でコツとしては、 完璧を求めないといととうことですであともう一つが自然な表現にこだわらないということですねネイティブだったらこういうのかななんかこの言い方は不自然かな教科書的かなとかそんなことは考えずにボンボン作ってみてくださいで3つ目バリエーションを作るということですねこれは一つの出来事に対していろんな英文を思いついたらできるだけ たくさん作ってみるとということですえネタをたくさん出すのもいいんですが1つの出来事に対して2個3個っていうねえいろんな言い方をしてみるという方が文法的には効果がありますのでね、えー、ぜひトライしてみてください。であとまあおすすめのタイミングとしてはこの「瞬間作文」のステージ1が最低でも終わった状態から始めてみるといいかなと思います。まあ、理想としてはシャッフル作文も終わった第2ステージが終わって第3ステージに入ったタイミングが、まあ、この 10A 作文のベストなタイミングかなと思いますのでね。 はい。ということで以上です。また次回お会いしましょう。Thank you for watching.See you later. スマホやタブレットでご覧いただいている場合は、この動画の右下の逆三角形のマークを押していただくと、こんな感じで下に説明欄が出てきます。いろんな情報が載っていますので、よかったらチェックしてみてください。